プロ野球では球団同士が合意の上で選手を交換、譲渡することを意味するトレード。このトレードは選手の意向を組んで行うこともありますが、最終的に決めるのは球団側。正式にトレードが決定するまでは公になることはありません。そんなトレードですが、プロ野球の長い歴史では水面下で話が進みながらも実現しなかった幻のトレードがありました。中には球界を代表する名選手もトレードの可能性がありました。今回は水面下で進められながらも破談となったトレードをご紹介していきたいと思います。今回ご紹介する他にも、あなたが知っている幻のトレードがあればコメント欄でぜひ教えてください。巨人、王貞治、阪急、米田哲也。まずご紹介するのが巨人、王貞治と阪急、米田哲也の幻のトレードです。なんと若手時代の世界の王と阪急のエース米田のトレードが水面下で進められていました。1961年、二塁手のレギュラーを書いていた巨人、長嶋茂雄と立教大学時代の同期、阪急の元屋敷金吾の獲得に動き、当時王のライバルであった一塁手木次文雄を交換要員として用意します。しかし阪急側が保守の藤尾茂を希望したため、両球団の折り合いがつかず破談となってしまったのです。さらに当時若手選手だった王と阪急のエース米田のトレードも持ちかけていた巨人。この年巨人入団3年目だった王は、打率2割5分3厘、13本塁打、72三振とまだ成長途上で、ホームランバッターとして覚醒するのは翌1962年からでした。一方6年目の米田は1957年、1958年、1960年に20勝以上をマークするなど、通算110勝のエースで、大前オリオンズが申し入れてきた4番山内和弘とのトレードさえも断っていたほどの投手でした。そのため当時の実績として釣り合わないと判断した阪急側はこのトレードを拒否。このトレードは幻となったのでした。もしそのトレードが成立していたら、野球の歴史が大きく変わったことでしょうね。中日、野口茂樹、巨人、清原和博。続いてご紹介するのは、中日のエースとして活躍した野口茂樹と球界の番長、巨人、清原和博のトレードです。1999年に19勝を挙げ、セリーグの優勝に貢献し MVP を獲得する活躍を見せた野口。ところが2002年以降は成績の低迷が続き、落合博満監督が新監督として就任した2004年には4勝8敗、防御率 5.65 という成績で、オフには球団首脳からトレード要員と明言されるようになってしまったのです。その後、落合監督は巨人清原の獲得を熱望したため、中日は野口との交換トレードを持ちかけたのです。しかし中日はタイロン・ウッズの獲得に成功。そのため持ちかけた中日側がトレードを拒否したのです。長年チームのエースとして活躍した野口と清原のトレードが実現することは結局ありませんでした。巨人、高橋尚成、近鉄、岩隈久志。2004年には球団合併に影響を受けた幻のトレードがありました。2004年、球団新記録の開幕12連勝を成し遂げ、15勝2敗で最多勝と最優秀投手のタイトルを獲得するなど、近鉄に欠かせないエースであった岩隈久志。そんな岩隈はシーズン途中の6月に明らかになった近鉄とオリックスの球団合併と、シーズン終了後の楽天の新規参入に伴う分配ドラフトで合併球団であるオリックス・バファローズに分配されることになります。ところが岩隈は合併に際して労使申し合わせを引き合いに入団を拒否したのです。そしてオリックス側は複数回にわたり説得を試みますが失敗してしまったのです。その後、岩隈の流出が避けられないと判断したオリックスは他球団とのトレードを模索します。この水面下で行われていたトレードで候補として挙げられたのが、巨人のエースとして活躍していた高橋尚成でした。しかし高橋は岩隈とのトレードについて、一人のわがままで不安になっている選手が何人かいる、
どこかに移りたいと言ったら希望が叶うのかと不快感を示したのです。結果このトレードは破談となり、岩隈の希望通り楽天に金銭トレードで譲渡される形で決着したのでした。巨人西俊久、オリックス谷義朝。巨人の西俊久とオリックス谷義朝の交換トレードも水面下で話が進みながら実現することはありませんでした。2006年開幕から不振が続き、手首を骨折するなど64試合の出場で打率1割8分5厘、1本塁打、7打点、1盗塁と過去最低のシーズンとなった西。すると監督の構想から外れていることが分かり、西自身がトレードを志願し、球団側もトレードを模索します。西のトレード志願を受け、オリックスが谷を交換相手として獲得に動きましたが、西はオリックスへの移籍を拒否したのです。この水面下で行われたトレードは破談となってしまったのです。その後西は横浜へ移籍し、谷は巨人にトレードされたのでした。横浜佐々木一博、オリックス鈴木一郎。大魔神と呼ばれた横浜佐々木一博と一郎もトレードを打診された選手です。1992年に自身初となる最優秀救援投手に輝いた佐々木でしたが、1993年は故障の影響で38試合で3勝6敗20セーブ、防御率 3.27 という不本意な成績に終わってしまいます。すると同年オフの契約更改で受けた200万円ダウンテージに起こり、トレードを直訴したのです。その後各球団争奪戦になると予想されましたが、結果球団側が引き止める姿勢を見せたことで残留となった佐々木。ところが翌1994年2月20日宮古島でのオリックスとのオープン戦の際に、横浜の近藤昭仁監督がオリックスの新監督に就任したばかりの扇明監督に、お宅の鈴木一郎とうちの佐々木をトレードしませんかと打診したのです。しかし扇監督はまだ1年間見ていないから出せないなと近藤監督の打診を断り、このトレードは破談となりました。その後 NPB、MLB でも活躍した佐々木と一郎。もしこの時のトレードが成立し佐々木を欠いた横浜は1998年の日本一、一郎を欠いたオリックスは1995年、1996年の連覇が難しかったのかもしれません。阪神新庄剛横浜。1995年には新庄剛の交換トレードが密かに進行していました。1995年オフ、契約更改交渉後の会見で野球観の異なる藤田平監督との確執などから、野球に対するセンスがないって見切ったと突然の現役引退宣言を行い、世間を賑わせた新庄。その後考えを改め引退宣言を撤回しましたが、引退宣言前の初回交渉で新庄は、僕をトレードに出してほしい、横浜に行けないですかとトレード移籍を志願していたのです。しかし当然球団側は、選手のわがままを聞いてトレードに出せば次は違う選手がトレードに出してくれということになると新庄が希望したトレードを拒否し、結局トレードが実現することはありませんでした。球団へ要求したトレードが拒否され、現役引退宣言で世間を賑わせた新庄。横浜へトレード移籍を希望した理由も、彼女が横浜に住んでいるからというもので、さすがと言わざるを得ませんね。以上、水面下で進められながらも破談となった幻のトレードをご紹介していきました。候補の中にはスター選手も多く、トレード要因として挙げられていた水面下での交渉。今回ご紹介した選手は後に活躍した選手ばかりですが、当時もしトレードが成立していたら、その後の野球人生や球界の歴史も変わっていたことは間違いありません。今後も球界のトレードに目が離せませんね。今回ご紹介した他にも、あなたが知っている幻のトレードがあればコメント欄でぜひ教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。